とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新ですね。前回がボスラッシュで21回だったんですけども、今回は30回。長いですね。30回は、長いなぁ。まあ、これが通常なんでしょうけどね、30回っていうのが。でも長いよ。オッケー。よし、まあ、特に難しくはなさそうかな。どうでしょうか。おーい、敵若干多いぞ。ちょっと逃げないで。若干多い。でも問題はなさそうですね。お、クールダウンついてる。防具がクールダウン付き。これ最後まで使えるかもしれませんね。あー、パワーシェイカー、これもう間違いなし。お、なかなか難しい場所がありそうな気がするぞ、これ。いや、これ怪しい。 OKOKOK。いや、違うか。うん、ロイヤルガードは別に出てこないんで、ここまで難しくはないかな。あ、でもいいね、この最初から。よし、パワーシェイカー取れて、で、さらにクールダウンがついてるので、いや、使いやすい。すごく使いやすい。一回ちょっとエンチャンターが鬱陶しいね。早めにパワーシェイカーつけて倒した方が良さそう。おお、こっちもクールダウン付き。ちょっとこっちでいきましょうか。エンチャントはそうね、一応つけますか。まだつけんでも良さそうですけども、一応つけていきますね。まずはクールダウン多めがいいかな。うん、エンチャントはとりあえず1ずつ入れて、あとはクールダウンを入れるだけにしましょうか。もう出ない。でいきましょう。大丈夫そう。穴が1回2回といい装備が揃ってる。これ楽勝じゃないか、今シーズン。なんか楽勝な気配があるんですけども。ほら、おい、ちょい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 、ドラよ。うん、ボンクラブもいいけども、やっぱりドラが唯一の性能なので、これは取っていったがいいでしょうね。お、クリーパー出る？ちょっと怪しいか、今シーズン。クリーパーだらけの可能性があるね、これ。これありえますね。いない。じゃあいい。クリーパーはまあいるけど、そんな敵自体は多くないので大丈夫ね。しゃあ、でもまだ前半、中盤後半にかけてクリーパーが鬱陶しいところだったら嫌だけどね。どうでしょう。これはいらないね。お、お、いつもだったら難しい場所。ああ、そっちに嫌がったか。危な。もうとにかくね、このエンチャンターだもんね、ここ難しいのはね。注意すべきはエンチャンター。はい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 、うんうん。
先に倒してしまえばなんてことない。これバースト取っていきますか。ボス次第でヘビークロスの方がいいかもしれないけども、とりあえずこれでいきます。でエンチャントはちょっとクールダウンを先に入れたいので、ちょっと我慢しておきましょう。じゃあ、いや意外と出るよ。よし、多いね、敵多い。まだ出る？あー、なんかまとめて出てきてくれるんで、そんなに。おっと、変えよう。でクールダウン先に入れて、とりあえず11で OK。 ここはね、だろうね。まあ出るかなと思ったらやっぱり出た。まだ出るはず。間違いせず大正解。結構食らうな。そうか、防具が初期だ。まあ仕方ない。うん、特に防具はなかったんでこのままで OK。 おお、まあいいね。ゴーレム亀も悪くないんだけども、エンチャント的にはやっぱりこっちよ。わお、食らわなければ問題ない。よし、 OK。 おいしょ、おいいね。敵がまとめて出てきてくれるんでサクサク進んですごくいい。プレートもねちょっと捨てがたいんだけども、蜂の方がいい。いやーいいか、蜂の方が、うーん、まあいいかもしんないんですけど、いいでしょう。 OKOKOK。 もう今シーズンはこの傭兵でいきます。間違い、わあ、落とせる場所があると。これヘビークロスボウが正解か。長弾の方がいいな。いきます。お、いや特に死ぬこともないか。こいつ消えるな。はい、終わり。特に気をつけて戦うこともないね。ちょっと待って、ここで傭兵アーマーか。でしかもパワー一緒。なるほどね。でもユニークだったから星なき夜は無理なんで、まあ、別の武器持ってきてか。なるほど、ちょっとなんか、面白いね。これはちょっと考えないといけません。性能的には今出た傭兵の方が上なんで、そうね、武器を何にしていくかだよな。あのドラが出るのであれば、あとあとボーンクラブっていう手もあったよね。うん、ボーンクラブを骨の棍棒にしていく、それでも全然強そうだけど、まあまあまあ攻略の時に考えていきましょう。お、意外と出るけども、おしまいか。問題なし。いらんね。はいはい、クリーパーね。
結構出るよ。うん、結構量が出る。できれば蜂を OKOK 召喚して、よっしゃナイス。お、いいね蜂。こう結構クリーパー多めなんで、蜂が出ないと若干きついかな。まあ、パワーシェイカーで一気に行けば大丈夫そうですけどね。乱射でエンチャントなんか入れる、なんかいいやつはないんだよな。いいやつないのよ。まあ、弱体化入れときましょう。でもさっきのあの傭兵、浮き玉はついてたけども、いや、やっぱりこのユニークにした時の攻撃速度アップが強いな。こっちの方でいいか。うんうんうん、まあ、ちょっとまだ逃げんな。どうなるか分からんけども、まあまあクリアには問題なさそうね。クリアするにあたっては問題なさそうで、多分もう一回ぐらいネクロが出てきそうな気はするんですけども、出ないか。こっちのせい、これ出ないわ。13終了。あー悪くないけども、ここはもう漕ぐよ。あー、いや、あんまよ強くねえな。ハープーンの方がマシか。まあいいや、漕ぐ。ハープーンの方がエンチャント的には上だったね。どうする、毒の力入れるか。そうしましょうか。ここクリーパーいる、絶対いる。いや、いない。おい、ちょっと待って、痛くない。攻撃がものすごく痛い。あれ、当たるよね。よし、 OK で、こっちにもいると。でパワーシェイカー3発残して、こっちで全部使い切りましょう。 OK OK 終わり、終わりだよね。よし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 、14回終了。あ、またパワーシェイカー来た。あー、バースト強いけどね。ダブルパワーシェイカーでいきます。ああ、パワー職人が出たら、ちょっとパワーシェイカー上げようか。これダブルで絶対いいよ。 OK、 よっしゃ、あぶね。 OKOK、 まあ、召喚がいなくなって若干防御力が減った感じにはなりますけども、大丈夫、蜂がいるし、まあ、星夜もそのうち変えるんでしょうけど、釣り竿あり、いな。あー、いや、でもこれパワーシェイカー上げる隙あるかな。ないかも。ああ、あれは強いんだけどね。よっしゃ、さすがにもうね、パワーシェイカーの火力はありません。最初の取ったやつはね。はい、いいね。あ、でも3体ぐらいまとめていくと
あ、全然まだ使えるね。まだかい。あぶね。あぶね、あぶね。え、悪い。毒の力がいい感じ。あ、あ、変えようか。ね。ここでチェンジ。エンチャントで、今日だと、輝きも入れとけ。ちょっとでも火力を出すために、6。いいね、いいね。ちょっと待て。エンチャンター邪魔。よし。じゃないですか。で、下に多分ネクロとかいそうな感じよね。あ、いないか。終わりかい。いや、弱い弱い弱い。まあ、でも一気に出てきてくれて嬉しい。いらん。7ポイント。いや、まだちょっと様子見よう。ああ、すぐ入れなくていい。そんなすぐ入れるやつでもないしね。で、商人で金細工が来たら、防具上げて、武器だったら、あのパワーだったらパワーシェイカー上げるか。危ない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 。そこで止まっちゃダメだって。オッケーオッケー。でもクールダウン入ってるからパワーシェイカーの使い勝手がめちゃくちゃいい。これはいらんな。どっちだ。あ、金。ああ、オッケー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 。できれば金が最初の方が嬉しかったしね。何がついた。お、瞬速、いいね。瞬速の2がつきました。これは移動がだいぶ楽しくなるよ。いいかな。さあ、何でしょうか。お、いいね、いいね、いいね。よっしゃ、楽勝。 めちゃくちゃいいぞ。あー、爆発変えてもいいけどな。変えよう。でもって、こんな感じでちょっと入れときましょう。いいね。ああ、そうか、今毒矢が入ってんのか。よし。あ、そうか、天空セットも入ってるからね。 OK。 今回結構矢が序盤出てきてくれたんでだいぶいい。めちゃくちゃ楽。いや、いいね、いいね、いいね。よっしゃ。終わり？これで。よし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 。あ、これ30分以内いけるよ。あ！アップドラフト欲しい。アップドラフト欲しい。あ、ここ絶対難しい。ここ絶対むずいっしょ。なんかそんな気がする。ここ絶対むずいわ。危ない危ない危ない。はいはいはい。いや、ここ絶対難しかった。危ない危ない危ない。おいおいおい、クラウドクやった。
はいはいはい、これ22回これ下手な装備でいくとこれ絶対難しいから、ここ、ここは注意だね。オッケーオッケーオッケー。パワー上げたばっかりの防具でこんな食らうんだから、こりゃ食らうよ。よし、でもここが山場かな、他はそうでもないか。よし、意外とここ難しかったですよね。オーケー、あいった、危ねえ。あ、ちょっと待って、もう思わず使っちゃった、半分ぐらいしか減ってなかったのに。よし、あ、でも敵のねこの出るスピードが結構速いから、慣れない人はなかなかここ難しいかもね。こぐ、サイズ悪くないんだよな、サイズ変えます。あの衝撃波がついてるんでかなりいい感じなんですよね。でソウルはまだ全然溜まってないので、そうね、弱体化の方がマシか。こんな感じでどう？意外といいチョイスしてきてると思うんですけど、ちょっと毒レイスが攻撃中にね毒打ってくるのがね、あれずるいよね。よし、 OK。 あ、これ毒のレイスが多いわ。よし、あ、でも落とせるね、うん、落とせる落とせる、ちょっとここマジで多い、多いから結構注意が必要だな。ああ、22回24回、結構注意が必要です。下手するとこれやられるわ。いきましょう、25回、もうそろそろクリア。あ、これ30分以内いけるいける、まあ、ボス次第でしょうけど。 OK、いいね、やっぱ衝撃波サイズ強い強い強い、火力出る、いいね、いいよ、終わり、はい、25回終了。いや今回のタワー結構好き。あー、なるほどね、なるほど、ここでもドラが出る。じゃあ最初はボーンクラブありだね、ありあり、全然あり。8分変えようかな。一応虚無は入れとこう、行くぞ。リーパー多め？もしや。どう？あぶねあぶねあぶね。よっしゃ。いいね。ハープン大当たり。ハープンね、これあのね、ホーミング機能がなかなか優秀なのよね。あれ？どっかにいる。お前か。はい、26回終了。もう少し、あー、でボーンクラブもあるんかいな。もう間違いなく取るよ、ボーンクラブいたら取りますよ。あー、なるほどね、こっち武器虚無があるならこっちの虚無いらんかったね。 OK、行きましょう。
いった、ちょっと調子乗った、半分減った。ちょっとここから気をつけて戦わなきゃいけなくなった。まあ大丈夫ね、よし OK。 もうエンチャンターやめろ。はいはいはい、エンチャンターいいやね、ここね。じゃあ、危ね、むちゃくちゃ減る、むちゃくちゃ減るぞ。ちょっと弓多めに戦っていってもいいかも。あと1回、あと1回湧きます。あっ、ちょい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 、まだ1回、あれ、でまだいるの。あし、結構しぶとかった。火力高いけどな、すごい高いけど、こっちの虚無を生かすならこっちの方がいいのか。いや、いいか、ボス次第だな。まあ何にしてもボス次第ですよ。でもなんかそんな強いボスじゃないような気がするんだけど。はい、危ない、危ない、落として、よいしょ、まだ結構いるんか。弓ガンガン撃っていって、全然それでいけるから。よし、まだいる、いや意外と痛い。どう、はい、28終了。いらんな。でもって、パワーシェイカーあげよう。うん。クールダウンせっかくついてるし、まあ、パワーシェイカーかアップドラフトあげればいいんじゃない。まあ、虚無生かすならアップドラフトだったか。なんだボスは。あー。なるほどね。よし、オッケーオッケーオッケー、めちゃくちゃいいじゃん。よし、あぶねあぶねあぶね、なんか全然余裕で感じだ。どこいる、え、なんか残ってない。あ、いたいた、はい。まあこの装備だったら最後は余裕だったね。うん、30分以内いけましたけども、そうね、22と24、あと後半もうちょっと難しいところがあったんで、後半注意だね、今シーズンは後半注意なんでしょうか。はい、ハズレです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。